はい、ありがとうございます。先ほどまでは広瀬さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかっていうところから、はい、高校の時何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、この動画では高校を卒業してから大学選択何をしたのか、今大学で何をしているのかみたいなところのお話をお伺いしようかなって思ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、フランス留学終わりました。高校生でも3年間終わりました、はい、じゃあ大学選択にしようと思った時に大学には進学しようと思ってたわけですよね、元から、はい、でも日本の大学か海外の大学かっていう選択の中でなぜ海外の大学を選ばれたのかっていうところもお聞きしてみたいなと思ってますんで、はい、そこを教えていただけますか。はい、私はですね、前回の動画でも言ったんですけれども、アフリカの勉強をもっとしたいっていうのを思いまして、うんうんうん、全然アフリカに行ったこともその当時なかったですし、うん、知識も全くなかったので大学で地域的なところからアフリカをもっと知りたいなと思いまして、うん、最初は日本の大学を進学希望してたんですけども、うん、そこに落ちてしまって。あ、そうなんだ。そうなんです、はいはい、私その大学が好きで、あ、そこに行きたいなと思っていたので、はい、そこがダメだった時にどうしようってその時何も考えてなかったんですよで親と相談してこれからどうしようか、別に浪人してもいいわけですし全然違う日本の大学別のところで行くっていうのもあったんですけれども、他の大学調べてもあんまり私の中ではしっくり来なくて、じゃあもっと世界に目を向けて私もいろんな国に行くこともできてたので、うん、自然と海外の大学もいいなと思いまして、はい、で親と話してるうちに、うん、マレーシアって国が出てきたんですよ。そうなんだ。そうなんです。で海外の大学に進学ってなるとアメリカとかオーストラリア、イギリスとかそういうメジャーな国があると思うんですけども、うんうん、なんかそれもしっくり来なかったんですよ、ね、そうなんですね。で自分が選択する上でアフリカと携わっていくなら英語で何かをしたいっていうのももちろんあって、でもマレーシアってアフリカの方も来るんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なのでそういう関わりもありつつ、でも前の動画で、うん、マレーシアだったり他の国の方の受け入れっていうのを過ごしてたんですけど、うん、いろんな国のホームステイ受け入れって中でもマレーシアの方が圧倒的に多かったんですよ、はい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 、私の家に来る方とか。あ、そうなんですね。その中でマレーシアのことを相談して、はい、うん、私こういうことやりたいんだけどっていうことを言ったら大学を紹介してくれて、うんうん、あ、そうなんだ。そこからもっと細かく自分がやりたいことっていうのを探していくうちに、うんうん、今行ってる大学にたどり着いて、うんうん、マレーシアで知人もいるっていうのもあって、うん、英語も学べて自分のやりたいこともあって、うんうん、でかつ安心できるような方っていうのが身の回りにいるっていうのもすごい自分の中で、うんうん、あ、ここだなと思って。なるほど、決めました。わかりました、ありがとうございます、はい、海外の大学に行こうって思いますよね、はい、でそこでマレーシア行くと思うんですけど、うん、マレーシアで進学するにあたって、うん、いろんな書類用意しないといけないと思うんですけど、はい、どんな書類とかを用意されたんですか。マレーシアは入学は結構簡単ですよ、うん、そうなんだ。そう、簡単で2つ用意するものがあって、うんうん、1つは高校の成績、うんうん、でもう1つは IELTS っていう英語のスコアが必要で、その2つがあればいけるんですよね。あ、そうなんですね、はい、IELTS はスコアはどれぐらいあればいけるんですか。学部によるんですけども、うんうん、5.5 から6.5あたり、うん、そんぐらいでいけるんですね、はい、なるほど。じゃあそれは高校でフランスにも留学してたし、はい、いろいろ英語を使う機会も多かったんで、うん、そこはクリアできて大丈夫だったと。で成績っていうところも GPA ですかね。高校の成績は5段階評価とか10段階評価で、 ある程度ちゃんと行ってると奨学金ももらえるので、うんうん、あ、そうなんですね、はい、奨学金をもらった感じですか。あ、はい、なるほど、はい、じゃあ奨学金をもらいつつ、まあ、そんなにハードル高くない入学試験みたいなところで入ったって感じですかね、うん、はい、そうです、うん、ちなみに授業料ってどれぐらいなんですか、マレーシアは。授業料は大学にもよるんですけども、私の行ってる学部とかだと90万円ぐらいです、うんうんうん、え、1年間すごい安いです。そうなんだなるほど、はい、大学に進学された時って何年ですか。2020年で。2020年、コロナ。そうなんですよ2020年の3月に本学部に入学したんですけども、はい、マレーシアに行ったのは2020年の1月で。あ、そうなんだ、はい、その時は語学留学みたいな感じですか。おっしゃる通りで、その大学の英語のプログラムに3ヶ月間参加してました、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあその時からマレーシアに行ってたわけですよね、はい、でも2020年の4月とか、はい、それぐらいにコロナで起きたよね。そうです。え、もう帰ってきたってことそうなんです。え、何月に帰ってきたんですか。マレーシアでは中学系の方も多かったので、うん、1月後半ぐらいにはコロナの話題がすごくかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。なので行ってる間に中国でこういうウイルスが流行っててっていうのをニュースすごい聞いていたのでそういうことあるんだと思ってたら、あと2月3月にかけて急に伸びてきて、マレーシアも中国との関わりもすごい深いのでどうなるんだろうっていう不安がどんどん出てきて、うん、はい、3月の17ぐらいに急に政府がロックダウンを出したんですよ。あ、怖っ。そうなんですよ。なので私が1月から3月まで語学プログラムに参加して、次本学部だよっていう休みの期間中に、私横
行に行ってたんですけど、マレーシアの友達と、はいはいはい、でその旅行に行った当日にロックダウンが政府から来て、いきなり帰らないと帰れないっていう風になったので、うん、次の日にすぐ自分の家に戻って、うんうんうん、警官もちゃんといるので外にも出てお話ししてると、はい、警察に注意されたりとか、うん、店もほとんど閉まってしまってで、うん、外に出れない環境みたいなの、うん、急になりましたね。そうなんですね、はい、じゃあもう大変な時期に行って。そうなんですなるほど。ちなみになんですけど、ロックダウン起きました、うん、ロックダウン開けてから日本戻ってきたんですか？ロックダウン中ですね、うん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 、ロックダウン中なので外に皆さん出れないし、うん、タクシーも出るところっていうの限られてて、その中で1週間ぐらいそのロックダウンの期間を過ごしたんですけど、うん、人と話せないっていう辛さがすごくてはい、はい、1人でずっといなきゃいけないですし、うん、友達と少し喋ってるだけでも注意されてしまうので、声ってどうやって出るんだっけみたいな感じになるんですよ本当に一人でずっといると、あ、自分ってやっぱりいろんな人と話すからこそ楽しい人生というか、ね、そこに気づいてからは結構しんどかったので、うん、日本に帰りたいなと思って、うん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 、日本の方がもっといろんなことができると思ったので、うん、3月の後半ぐらいには日本に帰国しました、うんうん、なるほど、はい、じゃあ本入学っていうところもした直後にロックダウンみたいなのも起きて、うんはい、そのまま日本に戻ってきちゃったって感じなんですね。じゃあマレーシアの滞在期間は3ヶ月ぐらい。そうですそうなんだ。で今、はい、大学何年生でしたっけ？今2年です。あ、ってことは2020年から今まではリモートでずっとやってるって感じなんですか？はいはい、そうです、うん、丸2年ぐらい経ちますね。へえ、はい、じゃあ一旦そういったプログラムに日本から参加して単位とかを取ったりだとか、うん、テストを受けたりしてるって感じなんですね、はい、なるほど。ちょっと視点変えてご質問したいなって思ってるんですけど、はい、今マレーシアの大学行かれてるじゃないですか。メリットデメリット聞いてみたいなと思っていて、もちろん、はい、日本の大学っていうのを知らないかもしれないんですけど、はい、マレーシアの大学に行っていて自分がいいって思うところと、ちょっとこれはネガティブだなって思う部分があれば教えてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、どうですか？はい、メリットで言うと、うん、私の学部はそれに値してないんですけども、うん、ダブルディグリーっていうプログラムがありまして、はいはいはい、マレーシアの大学の他に提携してるイギリスだったりオーストラリアの大学も卒業しましたよっていう、そんな制度があるの？そうなんですよ。2つ学位が取れるっていうプログラムがありまして、例えば私の大学で言うと料理の学部があるんですけども、そこはマレーシアのサンウェイ大学とブルコルドンブルーっていうフランスの大学2つ学位もらえるっていう結構魅力的に感じる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう感じで行けるので、例えば2年間マレーシアに行って1年フランスに行ったりとか、オーストラリア行ったりってこともできますし、3年間ずっとマレーシアに行くこともできるって、結構柔軟性があるっていうところもマレーシアの大学の魅力かなと思います。なるほど、確かにそれはそうですよね、はい、ちなみにマレーシアの大学って4年ですか？3年生。あ、3年なんですね、はい、じゃあ3年で卒業できるわけだ。そうです。それも確かにメリットかな。メリットですね、うん、なるほど。ちなみにネガティブな部分あるとしたら何ですか？はい、ネガティブな部分で言うと、うん、日本人が結構いるっていう、うん、そうなの？ところですね。いるんだ。はい、最近すごい増えてきて、マレーシアって物価も安いですし、皆さん気づいてきたんですよ、マレーシアがいいってことにマジ？そうなんです。お金もそんなにかからずに3年で行ける、うん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 、なので就活だったりとか、その前のギャップイヤーっていうのもちゃんと過ごすことができるので、うんうん、そういうのもいろいろ含め日本人にとってはすごい魅力的な場所でも。やばい、すごい時代遅れになってきてますね、僕がそうなんだ。そうなんです。今ひろしさんが行ってる大学は、うんはい、基本的には日本人が受かりやすい大学なんですか、それとも人気がある大学なんですか？はい、そうですね、日本人限らず留学生をすごい受け入れてくれるようなところで、ちゃんと整備も整っているので、うんうん、なるほどなるほど、留学生としては来やすい場所っていうのはあると思うんですけど、現地の大学と比べると、うんうんうん、なんですけど日本人が多いってこともあって、自分の所属してるコミュニティにもよるんですけど、いろんな日本人と話してると日本の大学さほど変わらないんです、環境的には。そういうことか。そうなんですよ。なのでちゃんと自分で挑戦していかないと、なかなか海外の大学っていうコミュニティに所属しているような感覚はそこまで味わえないかもしれない。そっか、確かに日本人が多かったら日本人の方とつるんじゃう可能性もあるし、うん、一緒にいちゃう可能性もあるとしたら、はい、英語を使わないで日本語でコミュニケーションして大学生活を終えてしまう可能性もあるってことですね。全然できます。 なるほど。なのでそこはちゃんと自分がどういう目的で行ってるのかとか、うん、日本人だけじゃなくていろんな人と関わるっていうような意識を持つことはすごく大事かなと思います、うんうん、なるほど。ちなみにひろしさんは日本人コミュニティで仲良くしてました？してなかったですね日本人の中でも信頼できる友達だったりとか、語学で言うと知らないうちにストレスが溜まっているので、そこで話し相手としての日本人っていうのはもちろんいた方がいいと思うんですけども、ずっとそことつるんでても良くないので、私はモルディブの方とか、アジアで結構いろんなタイ、韓国とか南アジアの方もたくさんいるので、そういう方と話しする機会っていうのを自分で作るようにしてました。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ基本的には英語を使ってコミュニケーションできるようなコミュニティ
ティに入って大学生活をしていたっていう感じなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあこの動画では高校卒業してから大学どういう選択をしたのかっていう部分と、はい、マレーシアの大学でどういう生活をしていたのかみたいなところをお話お伺いしたんですけど、次回では本題のクロッシュっていうところのアフリカ情報雑誌ですよね、はい、そこの具体的なお話をお伺いできればなというふうに考えてます、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。